外国人、日本人をもっと買うべきだ。伊藤純也、フランス1年目プレー集をリーグ公式が公開、現地サポが絶賛。スタッド・ランスの日本代表 FW 伊藤純也の活躍にリーグアン公式も期待しているようだ。3シーズン半を過ごしたヘンクを退団し、昨夏にスタッド・ランスに加入した伊藤。すると攻撃陣を牽引する一人としてリーグアン35試合で6ゴール5アシストをマークした。チームも序盤は苦しい時期が続くも、途中就任のイル・スケル監督の下でリーグ戦17試合無敗を記録するなど、最終的に11位で終えたが、日本代表ウィンガーは欠かせない存在として大きな活躍を見せている。そんな伊藤の活躍にリーグアンも注目。公式 SNS で星の絵文字とともに、素晴らしいデビューシーズンを過ごした伊藤純也とし、昨季のゴールやアシスト、さらに得意のドリブルで疾走するシーンなどのプレー集を公開した。さらに得意のドリブルで疾走するシーンなどのプレー集を公開した。Twitter に投稿されたこの映像は反響を呼んでおり、12日午前中時点で4000近いいいねを獲得。 90MIN フランス版では昨季のリーグアンにおけるウィンガーランキングでネイマール、パリサンジェルマンらを抑えて4位にも選出された伊藤。昨季を上回るような活躍に期待がかかる。過小評価されすぎ。本当に本当に優秀な選手だよ。不当に低く評価されているスターだ。W 杯スペイン戦での彼のパフォーマンスは本当にセンセーショナルだった。今季屈指の右ウィンガーだった。 FIFA モバイルで彼のことを知っているよ。 RC ランスへの移籍を歓迎するよ。